今回はですね、黒人並みのリズム感、これをですね、身につけるためのトレーニング方法をご紹介します。まあ、これが本当に僕が今までやってきて一番効果的だったなっていうもの。そしてさらに、これはですね、皆さんが普段から、まあ、リズム楽器をされている方、普段から使っている、本当、まあ、必須なものを一つだけ、あれば、それだけで今すぐいてもですね、簡単にできるというものなので、もう非常にリーズナブルで、もう普段から使っているものですぐ簡単にできて、さらに一番効果的っていう、本当にコスパのいい方法なので、皆さんもですね、真似して、ぜひやってみてください。それはですね、メトロノーム、もしくはクリックなんですね。これさえあれば、もう本当、一気に黒人並みのですね、こうリズム感を手に入れられると言っても過言ではない、こう究極のトレーニング方法なんですけども、まあ、これはですね、おそらく、皆さん、リズム、タイムキーピングをするときに、こういった感じでクリックを鳴らしていると思います。これ普通な、パターンですよね。こうやってこうクリックテンポを合わせてやりたい楽曲のこうやりたい速さに合わせてですね練習すると思うんですけれども、ここでですねある一手間を加えると一気にガラッと変わります。で、この方法なんですけども、かなりですね貴重な方法で、まあ、ものすごく効果的な方法なので、ここから先はですねメンバー限定の方に後半としてご紹介したいと思います。なんだよ一番大事なところなのに見せてくれよって思う方もいらっしゃると思うので、まあ、今回はですねまあそこだけではなくて、まあ、他にもいろんなトレーニング方法はあるんですけども、その一部をですね今回皆さんにご紹介して、一番大事なこのメトロノームを使ったトレーニング方法はメンバーの方のみとさせていただきます。で、やはりですね効果的なのはポリリズムを使う、もしくはチェンジアップを使う、この2つも自分のリズム感、リズムキーピング、リズムセンスといいますか、ここをですね養うための効果的なトレーニング方法となっています。まず簡単にチェンジアップっていうと、といったこの音符の長さ、まあ、速さとも言ってもいいんですけども、こう4分なのか8分なのか16トリプレッツ、このいろんなパターンでこの決められた4カウントのうちで細分化すること、このパターンを、いかにですねこう自分の頭の中で想像できて、さらにそれを実際にこう具現化、自分の中で体現できるのかどうか、ここがですねやはりリズム楽器にとって、一番大切な要素となってきます。で、このチェンジアップで、まあ、大体トリプレットはこんなパターンだな、このテンポでの16はこんな感じだなっていう風に分かったらですね、ここでポリリズムを作り出す。例えば右手で四分、そして左手で203連。これをやってみる。もしくは右手で8分、そして左手でトリプレッツ。といった、形とかですね。もう他にも、いろんなやり方によってはすごくこう難しいものもありますし、まあ、これが、できればですね、非常にこうリズムキーピング、リズムのマスターになれると
言ってもいいんじゃないでしょうか。他にもですね、こう、odd time、つまり奇数ですね。5や7、9ストロークといった、ものもありますけども、こういったものにでも、もしできる方は挑戦していけば、とてもこうリズムに広がりがあって、黒人並みのリズム感を得られるんじゃないでしょうか。で、こういったことがなぜ大切なのかっていうと、例えば、こう、今のクリックのみで、こう、リズムを作りたい。曲を作るときに、こう、まずリズムから、土台から作るというとき、もしくは、こういうテーマが出されてきたんだけど、ここにリズム、ドラムを入れてくれって言われたという仕事を、もし引き受ける場合があったとします。そういったときに、こういったどんなニュアンスで自分が叩けるのか、このネタが、やはりですね、自分の中にない限り、こう、表せない。例えば、このクリックで、テンポでいくと、様々な要素、様々なリズム、グルーヴ感を試してみて、あ、これがしっくりくるなっていう感じ。こう、やはりですね、こう、料理人と同じで、こう自分の中にある道具、これをやってみて、当てはまるかなとか、こういろんな方法、いろんな試しができるわけですよね。で、これがやはり少ないと、やはり同じような曲に偏ってしまうし、ここの部分がいかに多いか、これをやってみよう、あれをやってみよう、うん、あ、やっぱり合わないな、じゃあやっぱりこっちをやってみようみたいな、そのネタがですね、多ければ多いほど、もういろんな可能性がやはり生まれてくるので、ぜひですね、皆さんもこのリズム、グルーヴの種類ですよね、ここを養うためにも、チェンジアップ、ポリリズム、こういったトレーニングを、ぜひやってみてください。そして、何よりも、最もですね、効果的で手っ取り早く、簡単にできる、メトロノーム、クリックさえあれば、今すぐにでもできるという、この究極のトレーニング方法をメンバー限定の方へ、後半にご紹介するので、興味ある方、この続きも、見てみてください。それではまた次回お会いしましょう。感じて、まあ、後半、メトロノーム、クリックさえあれば、簡単にできるというトレーニング方法なんですけれども、大体ですね、こう、クリックといえば、今の感じで、1、2、3、4、と、この4カウントを頭に、取りますよね。ただで、こういうことができればですね、例えば、ここから生まれてくるフィルインだったり、こう、アプローチっていうのが、どんどん、それありきのものに、変わってくると思うんですよね。